十字街停留場は、北海道函館市末広町にある、函館市企業局交通部の停留場である。駅番号は DY20。元町西部地区に一番近い限定のため、花火大会やクリスマスファンタジー等のイベント開催時は、無線機を携帯した運行指令員が配置されるほか、乗車整理員が乗客案内や料金の収受を行う。 二系統と五系統の乗り換え停留所に指定されている。ただし、函館バスへの乗り継ぎ指定停留所は設定されていない。十字街の交差点には過去使用されていた走車灯が保存されている。1934年、現在の北洋銀厚生広町支店の前に建てられ、1995年まで使用。その後、アクロス十字街前に移設された。 函館市電にはかつて、五稜郭公園前、ガス会社前、昌風町、函館駅前、蓬来町にも点鉄付きのある分岐があったが、現在は駒場車庫の入出庫用のほかは、東底流上に残されている。走車塔によるポイント切り替えが終了してからは、電車自体による点鉄付きの操作でポイント切り替えが行われている。その関係で東底流上の上り線方向は、 停車地点が前後2カ所に分かれていて、全体の停車時間が長くなっている。電車自体による点鉄機の操作は、概ね次の手順を踏む。停留場内に設けられた手前の停車地点で停車後に、客の乗降車を行う。乗降車終了後、電車が該当する系統の行き先ごとに、点鉄機操作用信号の点灯表示、谷自動方面、右上段、 箱館戸付く前方名を確認する。点灯表示の確認後、安全確認をしながら先にある停車地点に電車を移動させる。この時、河川に取り付けられたトロリーコンタクターがパンタグラフの通過によって作動し、点鉄機操作用信号の表示が上段から下段に切り替わることで点鉄機の軌道が確認できる。前方の信号表示が赤印から。 黄色矢印に切り替わったら、周囲の安全確認をしながら進行する。なお、3の終了段階で、急な乗客や前方の進行を妨げられること等によって、発射できなくなり、黄色矢印信号現時中での移動が間に合わないと判断した場合に、そのまま停車して運転手が一旦下車し、専用のスイッチで点鉄機と信号の操作をするという状況が稀にある。 トミーテックのキャラクターコンテンツ、鉄道娘の松風カレンのカレンはかつて到底流上で使われていたネーミングライツによる複定流上名より取られた。ありがとうございます。